はいどうも、ミニマリストのたけるです。今回の動画では片付けが最高で最強の自己投資になる理由をお話ししていきたいと思います。世の中の大半の方が片付けをないがしろにして、物が多かったり不要なものを溜め込んだり、お部屋を散らかしたままにしていると思います。もし皆さんが忙しくて日々の生活も大変で、それでもなお自分を磨いていきたい、自己投資していきたいと思うのであれば、片付けから始めてください。もう一度言います。片付けから始めるべきです。今回の動画ではそうすべき理由を解説していきます。裏を返せば、物が多いまま、お部屋が汚いまま自分磨きをしても効果が半減したり、せっかく知恵とかスキルを身につけたとしても行動になかなか移せなかったり、そもそも大して自己投資にお金を回していない可能性だってあります。だからこそ片付けは超大事なわけです。改めて今回の動画では、自己投資という観点から片付けを紐解いていきたいと思います。今回の動画を最後までご覧いただければ、片付けのモチベーションアップにつながる人もいると思うし、何より片付けによる自己投資の効果について理解が深まるはずです。ぜひ最後までご覧ください。こちら簡単な僕のプロフィールです。僕は2015年に難病が再発して超貧乏生活を送っていました。そこからなんとか人生を変えなきゃいけないと思い、ミニマリストっていうライフスタイルに出会って、そこからね、物を徹底的に減らして、でお金面も見直さなきゃいけなかったので、質素倹約節制を徹底し、それらの片付けとか節約といった経験談を2017年から YouTube でコツコツ発信し始めて、でそれが運よく軌道に乗って稼げるようになって、でもそこで甘んじず稼いだお金のほとんどを資産運用に回し、人生どん底の2015年から約10年経ちますけども、この10年間で大きく人生を変えてこれたと思っています。僕は至って普通の人間なんですけども、地道にコツコツなんかそういうふうに行動習慣を変えたりとか、いいなと思った行動習慣を地道にコツコツね、積み上げていくことによって、僕は人生変えてこれたと思うし、皆さんもいいと思った行動習慣を取り入れていけば、5年10年で今とは違った世界が見えるというか、人生変えてこれると思いますので、この YouTube チャンネルではそんなことを発信してます。片付けのこととか節約のこととか、質素倹約節制のことだったり、豊かな暮らしについてだったり、皆様からいただいたリクエストとか質問などお答えしておりますので、お話ししておりますので、もし興味がありましたらチャンネル登録よろしくお願いします。で最後、本題に入る前に今回の動画でも伝えたいことがたくさんありますので、少し動画の尺が長くなるかもしれません。何か作業をしながら、それこそ片付けをしながらとか、家事をしながらだったり、移動中にラジオ感覚で聞いてみてください。それでももしこの動画長いなと感じた方は2倍速で聞いてみてください。それでは早速本題に参りましょう。で今回の動画では9つご紹介するんですけども、一応僕自身が効果を感じた順に時系列で解説していきます。まず1つ目、片付けは最高で最強の自己投資である理由、1つ目は臨時収入が手に入るからです。皆さんにとって、皆さんのうちに不要品、売っていいものきっといくつかあると思います。でその不要品を売ることによって、ご家庭によって、人によっては数万円、数十万円のお金になることがあります。僕もですね、過去にいろんなものを売ってきました。それこそ2015年に徹底的に物を手放していくわけですけども、売れるものはとにかく売ったんですね。具体的には洋服だったり、 CD、DVD だったり、今まで読んできた本だったり、あとは家具だったり、テレビや電動ソファーとか、スタンディングデスクだったりとか、あとは姿見だったり、スピーカーだったり、衣装ダンスとか収納ダンスとか、ビデオカメラだったり、車も売ったこともあるし、あとは自転車とかも売りましたね。額にすると数十万円くらいにはなったと思います。ただ売った額は数十万でしたけども、買い物の失敗であることには変わりないので、その買った金額と売った金額を比べたら、当然マイナスなんですけども、ただ売ったことによって、現金化されたことによって、当時そのお金があったからこそ超ど貧乏生活を食いつなぐこともできたし、本を買って勉強もして今の僕がいるので、今考えると当時
苦しかったけども、いろいろいらないもので売りに売りまくってきたからこそ今大きなリターンが得られてるなと思います。このことから皆さんにお伝えしたいことは、たとえその不用品を売ること自体がそのかつてのその買い物の失敗だったとしても、今の生活に使わないものであればどんどん売って現金化した方がいいと思います。その現金を例えば勉強代に使うとか、仕事にまつわる交流に使うとか、副業の初期投資に使ったり、事業の運転資金に回したりとか、あとは金融投資に回したりとかすれば、片付けも立派な投資になります。もちろん今お金に困ってない方はわざわざ売る必要ないかもしれないですけども、例えばちょっと生活が苦しいとか、物価上昇で生活費が上がってたりとか、ちょっと将来に対して不安だな、5年後10年後どうなるか不安だなってなってる方は、ぜひ今の今使わないものとか売って現金化したいものは今のうちに売った方がいいと思います。もしね、3年後5年後10年後売りたいってなっても、もう価値がゼロになってる可能性があるので、むしろ今価値がつくうちに、売れるうちに売った方がいいものもあると思いますので、ぜひ自分への家族への投資と思ってお部屋を片付ける、売れるものは売るをやってみてください。続いて2つ目、片付けが最高で最強の自己投資である理由は、勉強する気力が湧く、働く意欲が湧くからです。僕が片付けを始めた頃はですね、学習環境が整うからなのか、勉強意欲が湧いてきたんですよ。当時そのお部屋を片付け始めて、本を5冊10冊を毎月読んでたりとか、あとは当時メンタリスト DAIGO さんのニコニコ動画をめちゃくちゃ見漁って勉強しまくってたりとかしました。かつお部屋が整ったことによって、勉強だけではなく、よし仕事やるかみたいになってましたね。今となっては働きすぎだとも思うんですけども、当時気合い入れて仕事してた時っていうのは、月に28日29日働いてましたね。月に1日2日3日しか休まないみたいなことを1年2年続けてて、で1日の労働時間が、まあ、12時間13時間とか働いてました。9時から働き始めて、まあ、9時10時に夜の9時10時に帰るみたいな生活をずっと続けてましたね。まあ、結果的に体は壊したんですけども、まあ、つまり何が言いたいのかっていうと、お部屋を片付けるとなんか勉強の気合が入るとか、仕事に気合が入りやすいっていうのは十分あり得るということですね。で結果的にその勉強することによって年収が上がったりとか、副業が本業になったりとか、まあ、副業で数万円稼げるようになったりとか、あとはその仕事に時間を注げるようになれば、まあ、労働時間が増えれば、結果的にそのアルバイトだったとしても働いた分だけ稼ぎは増えるじゃないですか。だからお部屋を片付けて勉強意欲が湧き、仕事への意欲も湧くっていうことは、言ってみたら片付けは不要なものを売る以外にもお金を生み出してくれるわけですよ。でなぜ僕がお部屋を片付けたことによって勉強とか仕事を頑張れたのかっていうと、もうお部屋に何もないから、誘惑も何もないから、ある意味その貪欲になれたのかなとも思うし、当時やるべきことが明確化されたんですよね。当時お金もなかったから、節約してお金貯めたいな、お金貯めるには一生懸命勉強して収入上げたいとも思ったし、もうひたすら働いて貯蓄したいとか、今の自分ができる限りのベストを尽くして、まあ、稼げるだけ稼ぎたいと思ってたから、まあ、結果的に体調は崩してしまうものの、なんかそういった過去の経験は自分にとっての財産になっています。結論、お部屋を片付けることによって学習意欲が高まったりとか、学習効率が上がることも間違いありません。さらには仕事への意欲も高まったり、生産性も上がったりするし、仕事に注げるその時間っていうリソースも結構使えるので、ぜひね、皆さんも試してみてください。逆にお部屋が汚いままだと学習効率も落ちるでしょうし、まあ、作業効率、仕事というか、まあ副業だったりとかの作業効率も落ちますよね。いろんな誘惑があるわけなので、あれやりたいこれやりたいとか、漫画読みたい、ゲームやりたいとか、服買いに行きたいとかね、なってしまえば、間違いなく勉強時間も短くなる、仕事に注げるリソース時間も少なくなってしまえば、当然お金は生み出せないので、だから片付けたことによってお部屋がきれいになる、勉強できるようになったりとか、仕事に時間を注げる、だからお金が生み出せる、年収が上がるっていう感じですね。続いて3つ目、
片付けは最高で最強の自己投資である理由は、片付けだけで運万円の節約になる貯蓄率がアップするからです。もともと浪費家だった僕の生活費は当時一人暮らしで、まあ、10万円後半から20万円弱ぐらいでした。で、当時昔の月収が手取りが15万円から、まあ、多くても20万円弱なので、まあ、収支がトントンかむしろ赤字ぐらいでやってました。で、物を減らしたことによってどうなったのかというと、物自体にお金を使わなくなりましたので、生活費は毎月一人暮らしで月10万円に落ち着きました。だから片付けていくとみるみる生活費が減っていって、まあ、結果月10万円で落ち着いたんですけども、あ、自分物にお金かけすぎてたなと反省しましたね。要は片付けを通して無駄遣いが減り、必要以上に余計なものを買わなくなったから、もう自然と生活費が減っていきました。収入とか資産が増えた今でさえも物買わないですからね。余計なものにお金は使わなくなりました。なぜかといったら、物とか家賃のために働きたくないし、貴重な残りの人生、命を物のために使いたくないし、物を買っても幸せになれないですしね。あとは物よりももっと大事なところ、価値あるところにお金使いたいなとも思います。例えば健康だったりとか、経験だったり、家族との思い出だったりとか、趣味だったりとか。あと僕がその余計なもの、無駄なものにお金を使いたくない理由は、高い貯蓄率をキープしたいからです。まあ、それが結果的になんか将来的な安心感にもつながるし、まあ、不安もなくなっていくし、ストレスもなくなっていくからですね。で、プラスもう一個理由があって、まあ、さっきと似てるかもしれないですけども、その生活に必要なお金、いわゆる消費にお金を回すよりも投資にお金を回していきたいから、お金に働かせたいと思っているからです。結論、不要なものを減らし、過去の買い物の失敗をしっかり反省することで、物欲が減り、無駄なもの、余計なものを買わなくなるので、生活費が減って、みるみる節約できていきます。つまり、貯蓄率のアップにつながるということですね。で、人によっては月数万円、人によっては多いと十数万円節約になることもあります。片付けるだけでこれだけの節約効果があるのはめちゃくちゃ大きいですよね。で、多くの人が自己投資をして、例えば仕事とか本業とか副業で、月5万円を生み出すのが、まあ、世の中の流れというか、そういうふうにしてる方ってきっと多いと思うんですけども、ただ物を減らして毎月5万円節約する方が結構簡単だったりするわけですよ。で、プラス仕事とか副業頑張って毎月3万円5万円を毎月継続して稼ぎ続けるよりも、物を手放して物欲減らして生活費が減って、毎月3万円とか5万円とか節約できていた方が、コンスタントに3万円5万円をで節約継続できてた方が、まあ、割かし楽というか、比較的皆さんしやすい、真似しやすいと思うんですよ。まあ、つまりは節約も立派な副業になるということですね。まあ、もちろんそのセンスがある人というか、まあ、節約よりも仕事の方が好きっていう方は、むしろそっちの方が向いてるのかもしれないですけども、まあ、大衆向けというか、まあ、皆さんが真似をしやすいのは、仕事というか副業で3万円5万円稼ぐよりも、節約で3万円5万円浮かせることなんじゃないかなとも思います。続いて4つ目、片付けは最高で最強の自己投資である理由は、退職転職副業しやすいということです。どういうことかというと、片付けによって生活費が下がりますと、節約になった分、退職転職に抵抗がなくなったり、時間的余裕、精神的余裕も生まれるので、副業ができるようになる人もきっと多いと思います。僕もその一人ですね。生活費が下がって当時転職もしましたし、まあ、結果それうまくいかなかったんですけど、だからフリーランスになって、で、そのフリーランスに関してももちろん不安はありましたけども、なんか生活費が低かったから、多分ごく一般の人が抱える不安よりは軽減したと思いますね、生活費が低い分。で、これ僕だけじゃなくて、結構そういうミニマリストさんは多いです。生活費が下がったから転職する、今の会社を辞めるっていう人も多いし、副業で YouTube とか SNS 始めるっていう方も多いですね。で、僕は先ほども言ったように、生活費が月10万円にまで下がったので、1回転職して、まあ、月収は前職と変わらず約20万円ぐらいだったんですけども、まあ、収入こそ上がらなかったけど、生活費が低い分、その分お金は貯まりましたね。でも結果、数ヶ月で辞めたので、職場環境にちょっと自分が合わなくて数ヶ月で辞めちゃったんですけども、でもその後にフリーランスとなってマッサージの業務委託を始めました。で、当時お金もあんまりなかったので、
月に13時間毎月、28日29日30日働いて、もう月に1回2回しか休まず頑張って働いて、月に35万円とか40万円ぐらい稼いでました。まあ、世間一般からしてみて20代半ばでこれぐらいの収入は低いのか高いのかよくわかんないですけども、まあ、でも昔ね、年収250万円とか、その新卒で入った会社が確かそれぐらい、年収270万ぐらいですかね、だった僕からしてみたらだいぶ大幅年収アップですね。でそこから頑張って仕事して、まあ、とりあえずその200万円ぐらい貯金頑張って貯めて、当時ルームシェアしてたんですけども、なんかそのルームメイトと会わずにとりあえず頑張って200万貯めて、そこ出たかったんですよね。一人暮らしをしたかったから、まあ、頑張って働いてたっていうのはあります。で引っ越し後一人暮らしになった僕は2017年から副業で YouTube をし始めるわけですが、もうこれがまさに僕の人生のターニングポイントになりましたね。年収も右肩上がりで上がっていきましたし、もちろん苦労はありましたけども、で念願の出版、本の出版も3冊できましたし、イベント開催もできましたし、結果ここまで頑張れたポテンシャルがあったのも、あの時お部屋を片付けたことが最初のきっかけで、まあ、生活費も下がってたから、もし仮に転職とか副業とか失敗したとしても、もうノーダメージとはちょっと言えないかもしれないけど、ダメージはその最小限で抑えられるから、だから余計な不安とか雑念とか、なんか周りからも結構反対はされましたけどね、 YouTube 始めるときは何それみたいに、結婚とかもね、反対されたりとかはしましたけども、でも生活費が低い分、なんかそういう雑念とかノイズとかはもう耳に入れず、むしろ見返してやろうぐらいの野心を持って頑張ってこれたっていうのはあります。結論何が言いたいのかっていうと、片付けをきっかけに節約ができて生活費が下がっていけば、転職のハードルも下がりますし、まあ、仮に失敗して無職になってもあまりダメージはありません。貯蓄がね、減るスピードも遅くなりますし、さらに今ブラック企業に勤めている方が節約をして、まあ、片付けて節約をして生活費が減っていけば、支出が少なくなれば退職しても当分貯蓄だけで食べていけると思います。人によっては時間的な余裕があると思うので、副業を始めて月に1万円2万円稼ぐとかでも結構大きいと思うんですよね。まあ、つまり片付けた後はそういった仕事面でもいいことがあるので、ブラック企業を辞められるとか、転職する勇気が生まれるとか、まあ、仮に転職失敗してもあまりダメージがないとかね、でプラス時間的には余裕がある方は副業を始めて月5000円でも1万円でも稼げればお小遣いになると思うし、ぜひ参考にしてみてください。続いて5つ目、片付けは最高で最強の自己投資である理由は、読書量、勉強時間が増やせるからです。どういうことかというと、片付けによって時間に余裕が生まれることはもう間違いありません。なぜかというと、片付けをすることによって家事時間が短縮されるし、探し物なくし物も減っていくし、暮らし全体が効率化されるからですね。要は余計な雑念とか思考もなくなるし、動作も減っていくわけですよ。掃除時間も短くなったりとか、整理整頓もパパッと済んだりとか、洗濯、家事、掃除、買い物もすごく時短ができると思います。時間が短縮できると思います。だから僕の場合、さっきもちらっと言いましたけども、多い時で毎月本を10冊以上読んでた時期もありますし、まあ、今では全然読まないですけども、当時必死に勉強してた時は本当に毎月10冊以上紙の本を買って読んでいたりとか、まあ、今でも勉強時間は比較的多い方で、まあ、本を買って勉強するっていうよりかは YouTube とか、まあ、インターネットを使って何かしらを勉強する、学ぶってことが多いですかね。まあ、毎日 1時間とか3時間ぐらいは勉強に当てるようにしてます。まあ、YouTube のネタになるっていうのもありますからね。やはり科学的データを見ても、読書量が多い人、勉強時間が長い人の方が年収が高くなる傾向があるみたいです。結論ですね、片付けによって物が減ることによって時間を生み出すことができれば、それはとてつもない皆さんにとっての財産になります。そして浮いた時間を仕事や勉強時間に充てることができれば、1年後、早くて1年後とか、まあ、遅くても5年後、10年後には大きなリターンとなって返ってくるはずです。続いて6つ目、片付けは最強で最高の自己投資である理由は、行動力がアップ、つまりは実践が増え実績が積み上がるからです。まあ、先ほど申し上げたように、片付けによって勉強時間が増えたことで、かなりの情報量がインプットされたと思います、されると思います。
片付けのメリットは何も勉強時間が増えることだけではないってことですね。時間には余裕があるので、インプットした情報をアウトプットする、実践しようとも試みるし、しかも仮にその挑戦実践が失敗したとしても、さっき言った通り、その生活費が低い分、節約もできている分、ダメージが少ないので、その挑戦にも前向きになれるし、失敗してもダメージが少ないと。だからまた挑戦しようとも思えるし、あとは無駄を削ぎ落として効率的にもなれるんですよね。ミニマリストってその無駄とか余計なことを削ぎ落とすのが得意になっていくから、つまり効率的に動けるから挑戦回数もどんどん増えていくわけですよ。失敗もそんな怖くないし、で挑戦を繰り返していけば小さい実績が積み上がっていくので、自信にもなっていくわけです。でそういうステップを踏んで徐々に自己成長していきます。簡潔にまとめると、片付ける時間が生まれる、勉強時間が増えるから勉強しまくる、インプット増えるから実践する、挑戦しようとする、で挑戦する時もダメージが少ないので不安にならない、挑戦にも前向きになれる、で効率的に暮らしている分挑戦を何回もできると、で小さい実績が積み上がっていくからどんどん成長していくっていう流れですね。で僕もですね、ひたすら実践と挑戦を繰り返しては失敗を繰り返してきました。特にこの YouTube はそうですね。YouTube に限った話で言えば、もう何百回何千回と失敗を積み上げてきました。言ってみたら、質より量で勝負できる、質より量で挑戦できるのもミニマリスト生活の魅力かもしれません。僕は他の人に比べて器用ではないですし、丁寧に仕事はできないし、几帳面じゃないし、人の指図を受けたくない人間だから、もうとにかく泥臭く地道に量をこなして成功をつかむしかなかったんですよね。これがもし物が多い環境のままだったら、とてもじゃないけど雑念だらけ、誘惑だらけで、おそらく無理だったと思います。今の自分はいないと思うし、それだけの数の失敗も挑戦もできなかったと思うし、そもそもなんか不安だったと思うし、転職も副業も個人事業主になることもね、きっと怖かったと思います。結論、お部屋の片付けは皆さんのフットワークを軽くします。新しいことに挑戦してみたいという気力も湧くと思うし、失敗を怖がらないようにもなっていきます。しかも身軽な人のコミット力は半端じゃありません。全部のリソースを一点投下できますからね。とにかくフットワークの軽さは自己成長する上でも、実績を積み上げていく上でも大切な能力だと思います。ぜひこれからは身軽な人生を歩んでいきましょう。続いて7つ目は自信が湧くっていうことですね。もうここまで来ると、つまり片付けによって行動力がアップしてくると、徐々に自分自身が変わり始めてきて、さらには人生に変化の兆しが見え始めてきます。個人差はあると思いますけども、お部屋がいつも綺麗だったり、自分の知識やスキルがどんどん増えていき、貯蓄スピードもどんどん加速していったりとか、収入も少しずつ増えていったりとか、収入が増えなくても、その節約をどんどん極めていって、生活費がどんどん下がっていって、貯蓄率が増えていったりとか、あとは挑戦行動すれば少しずつ結果がついてくることには気づいてくると思うんですね。すると何でもできるような気がしてくると思います。行動さえすれば。で、結果的に自分に自信がついてくるようになるわけですよ。なんかアクションを起こせば、勉強するとか、なんか行動に移す、なんか新しい挑戦すれば、何かしらのリターンが返ってくるから、失敗にしろ成功にしろ。だから、なんとかなるとも思うし、なんかできるんじゃないかって可能性を見出すのが上手くなってくる気がします。とにかく、根拠のない自信かもしれないけども、物を減らしていくと、行動力もアップしますし、いろいろ経験とかも積み上がる、失敗も成功も、小さな実績も。だから、徐々に自信が出てくるわけですよ。で、この自信も成長とか、今後の成長とか成功には欠かせない要素の一つですよね。僕もこんな身なりでこんなお部屋ですけど、自信しかなくて、もう自由にも聞くし、資産も溜まってるし、今後も溜まっていくと思うし、必要であれば勉強にも人一倍時間をかけられるからです。結論ですね、自信がつくまでは
結構時間はかかるかもしれませんが、片付けは自信をつけるための起爆剤となります。何をやってもうまくいかない、自信がないという方こそお部屋の片付けをしてみてください。続いて8つ目参ります。片付けは最高で最強の自己投資である理由は、失敗しても立ち直りが早いからです。なぜかというと、物を減らして時間も余裕生まれます。あと金銭的に余裕も生まれます。節約になって生活費が下がってるからね。でプラス、まあ、なんかあった時は引っ越しもできると、環境も変えることができるし、とにかく変化に強くなるわけですよ。なんかあった時、なんか問題生じた時に時間っていうリソースを注げたりとか、お金っていうのも注げたりとか、なんかあったら引っ越しもできるし、これは片付けてからある程度年数が経たないといけないかもしれませんけども、これも立派な片付けによるメリットだと思います。なんかあっても立ち直りが早いと。人生には多くの問題、悩みが存在すると思います。転職のこととか、副業のこととか、起業のこととか、趣味のこと、恋愛、同棲、結婚のこと、子育てのことなどなど、当然うまくいくこともあれば失敗することもあると思います。僕ももうこの10年間いろんなことがありました。成功したこともあるし、失敗したこともあるし。ただ身軽な暮らしをしている人であれば、失敗しても何度も挑戦していく回復力がもうバカ高いんですよね。確かに失敗したらしんどいですよ。でも寝て起きたらケロッとしてたりとか、あとは毎日のようにその問題とか悩みに対してその施策を打つというか、新しいアイデアを出しまくって、これはどうかな、 A というプランはどうかな、 A がダメだったら次 B 行こう、で B がダメだったら次 C 行こうみたいな感じで、その行動力というか、失敗してもすぐ回復する能力がやっぱり高いので、だからこそ少しずつ状況が変わっていくんだと思います。なんか本にも書きましたけど、なんか正しい例えか分かんないけど、イメージ的にはそのくじ引きをめっちゃ引きまくる感じですね。100本くじが入ってて、当たりは1本しかないと。ってなった時に、多くの方は 1,2 本引いて、ああもうこれ当たり出ないなと思って諦めるけど、でも、言ってみたらミニマリストの方とか、もうめちゃくちゃお部屋片付けた方とかであれば、時間的にも余裕あるし、金銭的にも余裕あるから、失敗しても何のそのなんですよね。1本2本失敗しても、あ、別にまだ時間余裕あるし、くじ引ける時間あるしとか、なんか例えばくじ1本100円だったとしても、別にとりあえず当たりが出るまで引けるぐらいの余力があるから、もうとにかく引きまくろうみたいな感じになれるんですよね。結論、お部屋が片付いていること、荷物が少なく身軽でいることは、失敗にも物応じしない回復力が身につきます。この回復力は何においても最強の武器になるので、今の暮らしを変えたい方は特に必須能力だと思います。最後9つ目ですね。片付けは最高で最強の自己投資である理由は、自己理解と幸せの明確化です。片付けをして無駄なものをそぎ落としていくと、自分の中でのその好き嫌いが分かったりとか、やりたいことをやりたくないことも見えてきますし、自分が何に満たされるのか、何に満たされないのか、何に喜ぶのか、何に喜ばないのかっていうのも分かりやすくなって、自己理解が深まっていきます。例えば自分は暮らす上でこれだけのものがあれば十分幸せなんだなとか、本当は A というものが好きだと思ってたけど B というものの方が好きだったんだって気づいたり、自分は C も D も苦手だしやりたくないなとか、実は当たり前だと思っていたことが本当の幸せだったんだなって気づけたり、あとは自分は〇〇が好きだし、例えば A と B と C が好きだから、じゃあこの A と B と C を生かして仕事しようとかね、仕事に生かしてみようとかってなっていくわけです。結論、無駄をそぎ落とすからこそ見えてくる世界があります。彫刻と一緒で、削れば削るほどその人本来の個性とか味がにじみ出てきたり、本当に大事な部分だけが残っていくわけですよ。要は片付けによってその自分の味が出てきたりとか、自分の個性が分かりやすくなってくるから、だから自己理解も深まるし、その自分にとっての幸せっていうのも分かってくると思います。だから片付けは最高で最強の自己投資だと僕は思っています。ということで、今回の動画ではちょっと分かりにくかったかもしれませんが、片付けが最高で最強の自己投資である理由を9つご紹介してきました。最後の最後まとめると、1個目、臨時収入が手に入るから。2つ目、勉強する気力や働く意欲が湧いてくるから。3つ目、片付けるだけで月うん万円の節約になり、
貯蓄率もアップするから、貯蓄率も増えるから。4つ目、退職、転職、副業がしやすくなるから。5つ目、読書量、勉強量が増やせるから。6つ目、行動力がアップし、実践が増え、実績が積み上がっていくから。7つ目、確固たる自信が湧いてくるから。8つ目、失敗しても立ち直りが早いから。9つ目、最後、自己理解が深まり、自分にとっての幸せが何か理解が深まるからでした。今回の動画を見て何か参考になったことや、やってみようと思ったことを何か一つでも実践してみてほしいなと思います。最後に、このチャンネルでは毎日の生活にちょっとでも役立つようなトピックを配信しておりますので、もし今回の動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。